はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイジです。では今回は維新の志士、幕末志士で、維新の嵐、幕末志士で、ね、こちらの方続きをプレイしていきたいと思います。で早速なんですけども、前回ですね、来月つまり2月に浪士組を結成して上洛する、それに参加しようということが決してますので、あと1ヶ月間ですね、この江戸にいる間に芸妓遊び、芸者さん遊びをしておきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。はい、学問をちょっと勉強してたらですね、土方の思想が公開延暦策になりました。公開延暦策ってなんかピンとこないんですけど、開国しつつ、まあ諸外国のね、そのいいところを盗んで日本も豊かになりましょうみたいな、そういう内容だったかなと思うんですけど、全く違ったらごめんなさい、訂正してください。なので、まあ、これでね、また新しい敵というか、今までは攘夷派の志士から一方的に付け狙われる日々続いてたんですけど、改善すればいいかなというふうには思っています。ではこの後こそですね、もう一回勉強して芸妓さんのところに行って情報集めをしてきます。もう1月も18日残すはあと2週間で京都に行くことになりますので、ここから浅草に行って情報集めをしていきましょう。まあいつも行くこの松葉屋さんと大文字屋さんですかね、ここに行きましょう。で千代松から情報を聞く。一橋慶喜らが入京、京都の、尊攘派に対して一橋慶喜らの幕閣が続々と入京、これは後の最後の将軍徳川慶喜のことですね。わっ、また花札連打してたら選択してしまった。スキップしておきます。では続いて2軒目いきましょう。ここでも同じように情報を聞いていきます。まともな情報をくれなかったのでこのまま撤収。なんか新島さんっていう砂漠開国派の人がいたので、ちょっと話しかけてみました。どうだろう、同じ思想なので話が盛り上がりそうな気がするんですけど。いいね、食事を頼むかっていうね。お勘定はこっちが払いましょう。やっぱりあれだな、同じ砂漠開国派の人間とはそれなりに話が合う。当然同じ思想なのでね、すんなり会話に入れますね。勝海舟をね探してるんですけど、勝海舟がこの海軍の総連所の中にいて全然会えないんですよね。それだけがちょっと残念かな。できればもう一度勝海舟と舌戦を繰り広げたかったんですけど、その機会が得られないまま京都に行くことになりそうです。さあ2月1日になりました。これでじゃあいよいよね、浪士組として京都に向かうというイベントになると思います。これ見ていきたいと思います。芹沢鴨が登場しましたね。
はい、では京都に向けて、これ中山道行くんだね、東海道じゃなくて。実際はどうだったんでしょうね。実際に中山道を通っていったのか、東海道を通っていったのか、まあ、わからないですけど、まあ知らないですけどって言った方が正しいかな。ですけど、きっと中山道を通っていったんでしょうね。また芹沢かもだよ。大河ドラマ新選組では芹沢かもを佐藤浩市がやってましたよね。なんかいきなり波乱含みの展開だよ。やることむちゃくちゃだな。新見さんだ。新見さんは芹沢の右腕でしたよね。はい、京都に着きました。で、新しいねぐら、なんだっけ、三部村のなんとか館じゃなくてなんとか屋さんみたいな、なんか大きな人の家の中で住みましたよね、最初確か。それからどっかのお寺かなんかをね、まあアジトというか新選組の屯所みたいにしてたと思うんですけど、最初はなんだっけな、もう忘れちゃったけど、なんかすごくお世話になった大きなお家があったと思うんですけどね。これ清川八郎ですね。話というのは他でもない。そもそも我々がこの工場の地に集結したのは一体何のためであるかということである。我々は幕府に呼びかけに応じた形ではある。その目的は上洛する将軍の護衛足らんとすることであった。が、それは全く表向きのことである。これさ、いきなりこんなことをちゃぶ台返しされたら、来てる人たち、びっくりしますよね。で、おかしいぞって思ったのが、この、芹沢と、司令課のメンバーだけだったんで、そのメンバーだけがここに残って、まあ、身分、浪士組っていう形で、新選組の前身となる組織を結成するんですけど、他のメンバーは何だったんでしょうね。他の人たちはどういう思いだったのかなっていうのはちょっとありますけどね。こんなところまで来て。今でこそ、片道1万円ちょっと、1万2、3000円ぐらいですかね。東京から、京都まで。2時間強で行けますけど、この時は何日もかけて今日まで歩いていくんで、まさに飛んだペテン師ですね。これでどうするかね。っていう家のお世話になったかだけはすごく気になるな。もう年は取りたくないもんで、膝も痛くなれば記憶も薄くなる。
芹沢と近藤さんが対面しますね。まあ、例の裏切り者というのは他でもない清川八郎のことですね。さあ、お帰りなさい、土方様って。これ誰なんだろう。あ、そうだ、八木屋敷だ。八木屋敷。八木屋敷ですね。じゃあ、ここを拠点にこれからちょっと、ま、行動していくことになるんだと思うんで、まずは、京都の街を、どんなところがあるか、見ておきましょうか。御所、上京、中京。あとは、河原町、二条城、島原。祇園、清水、伏見。僕昔ですね、大阪に転勤になったことがあって、大阪に住んでたことがあるんですけど、その時の担当が京都だったんですよ。なので京都にはよく行ったんですけど、仕事でしか行ってないんで、全くわからないですね。これだけを見ても。今思えばね、せっかく大阪にいたんで、大阪の街とか京都の街とか、もっといろいろ探索しとけばよかったなって、本当に思いますね。それがすごい後悔。今となっては。まあ、今更ですけど。じゃあせっかくなんで、ちょっと探索していきます。では、情報をね、街に出て拾っていきましょう。薩摩藩の島津久光は幕政改革を促すために兵を率いて登場した。これ少し情報としては古そうだな。まあ、何が新しくて、まあ、新鮮な情報で何が古い情報なのかっていうのは自分で見極める必要がありそうですね。今上京にいるので、この後中京、下京と、移動してみましょう。中京、まずは人探しで誰がいるか。島津久光とかまだいないんじゃないかな。もう入ってるのかね。小松立脇とかもいますね。田中新兵衛、この辺りの有名どころ、桂小五郎とかもいるし、いや、これ会うのが楽しみだな。で、街の様子はというと、上京には一軒飯屋がありましたね。ここにも飯屋があるな。せっかくなんで飯屋に寄ろう。そうか、そういえば高島砲術研究所にいましたけど、ここから高島砲術研究所に通うのは無理なんで、新しい学問所に入りたいな。そういうこともできるのかな。その知識欠きせ、まあ、こういう情報をね、集めておけば、いざ絶戦になった時に、絶対的に有利になるというのは、以前の絶戦で分かっているので、まあ、まずはね、情報を集めておきます。岡田伊蔵がいますね。父さんの講師。この辺りに、龍馬とかもじゃあ出てくるのかな。楽しみだな、本当に。料亭がいっぱいあるな。格屋さん。まあ、こういうところで情報を集めていきます。余興は何がいいですか？余興か。お、芸妓さんだ。お酌をしてもらおう。いやー、これ楽しそうだな。むちゃくちゃ楽しそうだわ。趣味を聞こう。趣味は何だい？三味線が好き。
趣味はない土方か。ちょっと寂しいな。どんちゃん騒ぎ。まあもうどんちゃん騒ぎするね。年でもないですからね。情報は？情報は聞けなかったが。まあただ、この格屋さん、いいね。ちょっと他のお店も覗いていきましょう、せっかくなんで。傷。前金だろ、どうせ。お前のところは。そうだよな。金ならいくらでも払うぜ。情報聞きましょう。で、情報が特になければ酒を飲んで終了。もう何度も言ってますけども、アルコールもね、年々弱くなってますね。まあ、弱くなる分には全然構わないんですけど、お、なんか事件発生だな。京都で事件。まあ、今まさに自分がいるところですからね。どんな事件があったのかはすぐに知りたいな。なので、ちょっと飲み屋さんを飲み歩いて情報収集します。ここも先に金がいるところだな。立つ。芸妓立つ。天柱が続く京都で、上位派の勢いが頂点に達したという話ですね。ではまた酒を飲んで情報収集します。いや、格屋さんが一番いいかな今のところ。結局マッサージパーラー MP とかでも自分の一番好きな店とかね、エロマッサージ屋さんとかでも一番自分の好きな店って決まってくるじゃないですか。それと同じで、今僕は完全に格屋さんに心囚われてますね。大体バンコク行ったらですね、昼間はまあエロマッサに行って、夜はゴーゴーバーに行って、次の日は昼間に MP に行って、夜ゴーゴーバーに行ってっていうね、まあ、そういう生活をしてるんですけど、行くお店ってほぼほぼ決まってきちゃうんですよね。新規開拓するのは1回の旅行で1回あるかないか、下手したら1個も新規開拓しないまま終わるっていう、ということもありますからね。亀屋さんっていうのか。亀屋さんもちょっと名前からして気になるな。前金30。情報収集しつつ、酒を飲んで楽しく過ごしましょう。では今度祇園とかにも行ってみますか。今島原にいるんで祇園に移動してみましょう。今のところですね、このマップでいうところの上京、中京、下京、あとは島原行ったので、今度祇園に行ってみます。まずは誰か人がいるかどうか。誰もいない。だったらここは芸妓遊びをしていこう。多いなあ、ここも料亭が。全部回りましょう。全部回って情報、聞ける情報は全部集める。まあ新しい情報が得られなくてもね、全く構わないですから。金があるうちはとにかく遊びまくる。ブブ漬けってなんだろうな、ちょっと聞いたことないけど。お、寺田屋の辺、情報ですね。入ってきましたね。倒幕挙兵のために集結していた薩摩藩尊攘派が島津久光の命により鎮圧された。なるほど。では次のお店に移動しましょう。いや、小川邸行きたいんだけど、一旦まだちょっと早いんで小川邸に行かずに次の料亭に行きましょう。お、ここは前金制だな。前金制の方が安心ちゃ安心ですよね。
マッサージパーラーとか、エロマッサとかは前金制ですね。で、プラスアルファ、女の子にチップをちょっと渡すっていうね。そういう感じです。で、ゴーゴーバーに関しては、まあ、前金というか、まあ、ドリンク代は都度ペイするケースが多いですね。で、ペイバー、女の子を外に連れ出すときにお店に払うお金も当然その時に払います。で、女の子に対するチップは、その場で払うこともあれば、後でことが済んだ後に、女の子に直接渡すっていうパターンもあります。まあ、どっちかっていうのは、お店によりけますかね。さあ、ブブ漬け、また、食べましょう。まあ、この、絵はね、何を食べても同じ絵なんで、あんまり意味はないですけど、ちょっと後でブブ漬けはググっとこうかな。こんだけブブ漬けばっか食べてるんだから、じゃあブブ漬けがどんなものかぐらいは知っておきたいですよね。ここも前金制。何？金 60！ 一番高いな、ここの店が。一番高いところで幕府上位の宝直。幕府は嫌々ながらも直命を受けなければならなかったと。まあ、幕府はね、その実質実権を持っていて、外交をもちろん内政含めてやっていたわけで、今さら外国勢力を打ち払うなんていうことはできないことは分かっていつつも、まあ圧力からやりますって言わざるを得なかったというのがね、当時の時勢だと思うんですけど。では最後、島村屋さん。ここも60か。だいぶ金持っていくな。まあ、情報聞きます。で、会津港が守護職。これは京都守護職に就いたっていう話ですね。はい。では、長くなってきましたので、今回はこの辺りにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。